最後は奏と千鶴のチーム。一番見に行くの怖え。あ、純也くん、不安そうな顔してどうしたの？本当だ。純くん、もしかしてお腹痛いの？どんな料理が出てくんのか想像したら腹も痛くなるわ。え？なんで？俺たちちゃんと考えてるんだよ。メニューはオムライスとサラダとコンソメスープ。お、なんかまともそうじゃん。しかも割となんとかなりそうなメニュー。よかったー。スーパーハッピーな料理を作るから楽しみにしててね。チズ、赤いものあったよ。ミニトマト。サラダにミニトマトか。で、え、それスープに入れんの？しかもそのまま？ドボーンだよ。カラフルハッピーがテーマなのだ。白のお豆腐とオレンジのスモークサーモンも入ってるよ。緑はキュウリがあったけど青がないから、あ、ブルーベリーはどうかな。いいかも。よくねえよ。オムライスもカラフルソースにしちゃおう。かき氷のシロップがたくさんあったはず。ねえ、これ使える？カラフルなチョコペンあったよ。使える。かなちゃん、でかした。でかしたじゃねえよ、もうやめてくれ。各チームの料理が完成しました。テンションが低いな、純也。俺たちの料理を食べて元気を出せ。余計元気出ないから。安心してください、純也くん。俺たちは和食で勝負です。旬の野菜の天ぷらと炊き込みご飯、エビのすり身を使った汁物もどうぞ。いつき、見た目はまともそうだな。じゃあ、いただきます。うん。いつき、なんですり身に砂糖入れた？デザートっぽいものがあった方がいいかなってつい。片桐はスイーツ作りの趣味が裏目に出たようだね。次は僕たちの番だ。パスタとスープ、あと、なんだこれ。定番のボロネーゼとアボカドの冷製ポタージュ。前菜はカプレーゼを用意した。さあ、召し上がれ。すっげえ、盛り付けめちゃくちゃ綺麗っすね。さすが風間くん、これはうまそう。いただきます。ん、あ、なんかポタージュっつうか、これザラザラした食感。フードプロセッサーがなぜか動かなくてね。仕方なく野菜はすべて手作業で刻んだんだ。アボカドはユートが丁寧に握りつぶした。握りつぶす？せめて裏ごししてくださいよ。口の中にいろんな味のザラザラが残って。あー、パスタ食べよう。冷た。パスタなんで冷たいの？よく冷やしといたぜ。なんで冷やしたんだよ。次は俺たちの番だね。純也くん、お待たせ。待ってねえから。カラフルハピハピオムライス&虹色キラキラスープだよ。食い物の色じゃねえし、甘い匂いしてるし、スープドロッドロじゃねえか。全然キラキラしてねえよ。実はブルーベリー入れたら真っ黒になっちゃったんだよね。黄色のたくあんまでは良かったのにね。だから白を足そうと思って生クリーム入れたんだ。さ、召し上がれ。俺もうギブアップ。チズ、スピーカー動かすの手伝って。ほいほーい、よいしょと思い。はあ、
優斗、もう少しやる気を出してくれ。これじゃライブまでにセットが整わない。やってんだろ、うるせえな。はぁ、優勝は手堅いと思ったんだがな。彼らが優勝とは。つっても、ほんとまだマシだったっていうか、消去法で残ったっていうか、他がひどすぎただけだからな。どんな経緯にしろ、勝利には違いない。次回は、洋食にも挑戦してみたいところだな。エスニック料理なんかもいいですね。方向性統一してくれよ。あと5月は無理にスイーツ混ぜなくていいからな。お、準備お手伝い組が終わったみたいだな。お疲れさん。お疲れ。ねえねえ、次の料理の話してた？僕たちも負けっぱなしというわけにはいかないな。次は完璧なフレンチで勝負しよう。俺は食えるや何でもいい。俺たちも次は負けないよ。もう次の料理プランだって考えたんだから。お星様のスープだよ。コンペイトをたくさん入れるの。それ全部溶けてただの甘いお湯になるぞ。じゃあお星様を溶かしたスープだね。名前の方じゃなくて料理を変えてくれよ。俺次回は絶対作る側に回りたい。つうか回るからな。それじゃあこの後はライブだよ。みんなぜひ見てね。